い、そして次は古町通りね。いや、ここさ、私あの能型とかゆっくり歩いたことないんですけど、能型がこんなにね、ディープとはびっくりやね。能型長いですね。長か。ジャスミン能型は初めてですよ。あ、初めて、はい、こっちの方がちょっと明るいね、さっきのとこよりね。うん、こっちの方が若干明るくてね、まだなんか建物とかがね、さっきのところよりはちょっと新しい感じの建物やね。あ、でも病院とか昭和やね。カフェぐらいあるじゃない。なんか本当ちょっとおしゃれなカフェに寄りたいわ。すごいね。だけどあの結局シャッターが痛いね。え、この時間とかまだ普通にやっとるよね、お店ね。すごいね。ねえ、見て見て、これロング館、これ古くない、この建物ね。ねえ、ねえ、うん、あ、こっちにも出とるね。どうしようか、一旦まっすぐ行こうかね。あ、だけどさ、名刺屋とかも入っとうし、意外にお店開業率が高いよね。うん、おかげさまで昭和33年からって書いてあるよ。昭和33年からって、私生まれてないまだ。僕は昭和43年前だから10年前だから、じゃあ生まれてないやん。ね、すごいね、長いっちゃね。歴史的にはね、長い商店街です。結構ね、こういうなんかね、アーケード巡りはね大好きでね、地方とか行ったら必ずね探して行きます。でも綺麗よ、こう下も。綺麗、うん、さっきの通りは、うん、さっきのところは結構しんどったね。うん、あ、ほんとや、こざれとる。囲碁クラブだって。囲碁クラブ、ジャスミンさんもそのうちね、行かないけん。でももったいないね、こんななんかね。一応駅前一等地やろ。うん、だってお店もそんなに古くないけん。うん、ただ開いてないってだけやんね。全部閉まっとるね。やっぱりさ、やっぱイオンとかができてから、こういう個人商店っていうのはもうね、難しいっていう。ほら、もうドーナツ化現象でさ、みんなやっぱ郊外に出ていっけんね。しょうがない、それは。もう貸していけば全部ね、うん、でさ、後継ぎとかもおらんかったりとかでさ、難しいっちゃろうね。あ、これもなんか古い、ほら、これ古いよね。結構古い建物。あ、なんかいい匂い、お線香の匂いがする。あ、猫だ、にゃお。ちょっと捕まえてきて。あ、見よう見よう見ようよ、ほら、そこおる。ビビって逃げたやん、おじさんスカンって。ただなんかちょっと魅力的なお店があるかっていうとね、そこは問題ね。あら、これなんか FM だって。 FM、 うん、能型の FM ラジオね。そう、すごいよ、これ1000円だよ全部ね。素敵な夏。なんか昭和の時代にね、タイムスリップしたみたいね。うん、すごい、文具店とか懐かしくない？今さ、ノート3冊100円ってよ。文具店がなかなかないもんね、今ね。今文具店とか言わんね、ファンシー雑貨って、ね、面白いですね。もう時代が違うけんね。まあ、学生たちはなんかね、意外にピュアな感じやね。中学校さ、長くない？ここの商店街。
新店長クラスやね。新店長より長いじゃない。新店長これ長い、長いね。もったいないよこれ。このままにしておくには。あっちもまだ古町よ。長い古町が、はいね、うん、で横にも出とったけんね。多分どこまで行ってもこんな感じでしょう。待って、あそこ一旦外やけん、なんか面白いのあるかな。あ、なんか看板がある。看板、石が前。なんこれ古いよこれね。え、人形の、え、なんかの、なんかあるの。篠方西釜へ口跡。ん、どれのこと、どれのこと。このことじゃないですか。違う、この銀行のこと。え、ちょっとこっち行ってみようか。一旦ちょっと表に。風があって気持ちいいね今日はね。うん、なんかこうね、反比例しとるねここはさ、ビル古いよこれはね。これはやばいね。これ昭和の多分35年以降ぐらいじゃないかな。ちょっと待って、気になる。見てここ、これすごいね。てかこれビル生きてんのかな。あそこ閉じてる。いや、そっち行けないよね。でも上がれなさそうだよ。これ全部閉まっとるやん、ここ1階なのにね。うん、あ、ここじゃないの入り口。違うか、これは駐車場か。あ、あの建物やな、さっきの説明の。こっちに回ると、古町広いね。広い。あ、ここやん、ほら。これレトロやね。ねえ。すごいね。なかなかないよ、こんなところ。うわ、すごい。クモの巣が。めっちゃレトロやね。これ住んどるとかいな。もう秋やない？めっちゃすごいんですけど、これ寸胴とかいな。古い。ちょっと見て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 。あ、いけない、ここまでだ。やっぱやってないんだ、私こういうの嫌い。もうちょっと嫌いでしょすごいね、ここ。なかなかこんな古い、まあ博多でも見つけたけどさ、やっぱすごいね、このビル。これも多分かなり古いわ、昭和。もしかしたらだって、50年は経ったろこれ。そうかな。ちょっとあそこ行ってみよう。ほら。いやー、ちょっとね、直方はね、バカにしたらいかんよね。え、なかなか穴取れん地区。うん、これもなんかさっき乗ってた、これ何なんやろ。これ何、これおしゃれよ。なんかでも昔の建物やろこれ。なんかモアイみたいなのがある。ランチ営業再開しました。
あ、ここに書いてある。これ福銀だってよ。福銀だってこれ。福銀の。元福銀。めっちゃおしゃれやんか。